はいどうもこんにちは、ゆりです。皆さん、炭鉱夫はしていますか？錬金チケットが来てから、蒸気ポイントの価値が爆上がりした昨今、祭りが始まると、導きの地にこもって鉱石を掘り続けるというハンターライフを過ごしている方も少なくないんじゃないでしょうか。そこで今回は、地帯別で効率的に大きな流脈炭を集める周回方法について解説していきたいと思います。まず前準備として装備ですが、採取鉄人の5隻を装備して採取の達人を発動させます。これによって採取速度が格段に上昇するんですね。そして地質学を3までつけて掘れる鉱脈の回数を最大まで引き伸ばしておきます。まあ後のスキルに関しては正直もう好みで大丈夫です。私は長時間掘り続けるので腹減り無効をつけたり、アサシンの装備の回転率を上げるために整備後を積んでいますが、これらは必須スキルではありません。炭鉱夫ついでにキノコや薬草を採取したい方は植生学などをつけて自分の好みに合わせてカスタマイズしてもらえればなと思います。そして持ち込むアイテムも自由で構いません。ですが最近登場した退散玉、これを持っておくと急な事態に備えることができるので、まあ持っておいてもいいかなとも思います。炭鉱夫を行う上での食事スキルですが、同時に骨塚の採取を行う人は緑食材4つを選択して猫の換算術、これを発動させておくと調査ポイントが美味しくなります。はい、それでは実際に鉱脈を掘りに行くんですけど、まずは掘りに行く地帯を選定します。マップを開いてモンスターが出現していない地帯を2カ所以上絞ります。今回の場合は丘サンゴと荒れ地にモンスターがいますので、この2つを除外したエリアを選択して、採取することが無難になりますが、この動画のコンセプトは地帯別の解説動画なので、今回はモンスターが出現しているエリアにもガンガン入っていきたいと思います。ということで最初は森林エリアから見ていきますね。なんだけどその前にキャンプから降りたら救援ののろしを吹きます。これなんで吹くかっていうと助っ人を呼ぶためですね。で助っ人呼んだら一緒に採掘してくれるんですよ。でそのために助っ人を呼ぶといったところです。で、ライドコールを吹いて乗ります。でまず、森林エリアから攻めていきますね。ライドコールに乗ったらマップを開いて今この状態がデフォルトなんだけど、十字キーの上を押してもらって、ここのね、大回復ミツムシか蜂蜜、どっちでもいいんだけど、ここに、合わせてもらいます。そしたら着くまではしばし待ちます。この間はもうスマホ触ってもらってもいいし、まあ漫画読んでもらってもいいので楽ですよね。はい、ガイド先に着きました。着いたらここを潜ります。で、ここに関しては大型モンスターが出ていないので、アサシンの装備を着ておきましょう。これによって移動速度が格段に上昇します。なんか体感 1.5 倍ぐらい。で、骨塚一緒に集める人は、ここに骨塚があります。入ってすぐ左曲がったところですね。で今回は私掘らないですけど、骨塚集める人はここで骨塚を掘ってください。で、ここ、ぐいぐい開けていきます。で、この先に鉱脈があります。ここですね。ここに鉱脈があります。で、大体、地帯、一つの地帯一回で、二つから三つの鉱脈があるんですけど、二つしかないことの方が圧倒的に多いので、もう二つ掘ったら次のエリアに行った方がいいですね。今掘ったところも必ずあるわけじゃなくって、確率であるかないか分かれます。で、二つ目ですね。で、ここ。ここに鉱脈があります。はい。で、本来であればもうここで二つ掘ったので、次のエリアを目指すんですけど、今回は一応場所の確認も一緒にしていきますね。で、骨塚なんだけど、ここ、2つ目。骨塚も一緒に集める方は、ここですね。でも、ここ、骨塚はさっきのところと、ここだけをもう見といたら大丈夫です。あとはもう、あれになっちゃうから、順路に沿った骨塚の位置じゃなくなっちゃうから。で、ここ、鉱脈。ここにも鉱脈があります。今回はないですけどね。で、次、3つ目。あそこですね。もう見えてますね。で、ここが4つ目の鉱脈ですね。で、鉱脈に関しては、こんな感じ。森林の回り方は、さっきのミツムシかハチミツのところを選択して、奥から、ここまで出てくるような感じですね。はい、これで森林の炭鉱夫については以上になります。それでは次、荒れ地見ていきますね。で、荒れ地には一応ボルボロスがうろついているので、後でアサシンの装備を脱ぎます。で、荒れ地の場合は、ここ、ここの雷光柱に合わせます。はい、雷光柱に着きましたね。密林と相性がいいんですよ。すぐ着くんでね。で、1つ目。だいたいここら辺にあります。ここ、鉱石あります。今回ありませんけど。
で、2つ目なんですけど、ちょっとね密林は歩く距離が長い密林じゃない、荒地は歩く距離がちょっと長いです。ここで、ここですね、ここに鉱脈が1つあります。今回はないですけど、この荒地エリアは鉱脈5つあるんですよ。で、ここ骨塚、これも順路に沿った骨塚ですね。で、ここ骨塚集める人は一緒に取ってもらった方がいいです。で、ここ鉱脈、はい。で、ここ取れたら、あれ3回しか取れなかった、4回取れたのかな、後で確認するね。で、ここにも骨塚があります。ここ今ないけど、骨塚集める人はここの骨塚取ってもらってもいいですね。んで、あとここ4つ目ですね、鉱脈で。もう一つあるんだけど、こっち今回ないけど、なんかここら辺にある。うん。で、鉱脈が、1つか0個しかなかった場合はここで取ってもらったらいいと思います。で、次骨なんだけど、最後ここに降りたところに骨があります。これ骨ね。はい、まあこんな感じですね。荒地の周回に関してはこんな感じです。最初、来航中にピンを止めてもらってぐるっと回ってくるような感じですね。はい、それじゃあ次どうしようかな。次、岡三号行きますね。岡三号の場合はここの光虫ですね、ここにピンを合わせてもらったらいいと思います。はい、光虫のところに来ました。もうすぐ横に鉱脈があるんですよ、ここで。ここを掘ります。で、この岡三号ってキリンとかね、イベルカーナも出るわとか、比較的こっちを見ても襲ってこないモンスターが多いんですけど、あ、ここね、育った鉱脈がここにあります。多いんですけど、アサシンの装備着てると普通になんだ襲われちゃうので、そこら辺ちょっと考えながら着る必要がありますね。あとここにも鉱脈があります。今回ないけどね。で、ここだいたいここにも鉱脈があります。今回ないですね。ほんで、骨集める方はこんな感じで右に向かって歩いてもらって、ここに骨があります、1つ目で、2つ目ここに骨があります。骨集める人はここの骨を取ってもらったらいいかなと思います。で、ここ鉱脈だね。はい、岡三号の順路に関してもこんな感じですね。割とここ分かりやすいし早く終わるよね。で、次火山行きます。火山はここの爆裂の実に合わせてもらったらいいかなと思います。で、順路を2つ設定するときなんですけど、岡三号と火山は割と近いですね。火山と正気とか。で、正気に関しては、ラフィノスが正気状態になってたらガンガン攻撃してくるし、あとなんか漂う正気でダメージ受けてくの嫌なので、基本的には行かないですね、正気エリアは。で、あとは、密林と、森林か。あとは森林と荒地も相性がいいです。近いんでね。あとは氷山と、森林とかも案外相性いいのかな。うん。なんだけど基本的にはもうモンスターいないとこ同士で行くのが一番相性いいですねはい、ということで爆裂の実のところに到着しました。で、一緒に骨塚を集める人はここに骨塚があります。今回ないけど、はい。で、ここで骨塚を取ってもらって、で、ここ鉱脈でね、一応あそこに見える、台か、高台の上にも、骨塚あるんだけど、あそこまで行くとやっぱりちょっと時間かかっちゃうので、うん、基本はスルーした方がいいかなと思います。で、二つ目の鉱脈がここにあります。ここ。今回ないけどね。で、三つ目ここ。あ、今回四つ目ありますね。で、四つ目なんだけど、ここからわかります、見えるの。動画編集するときにピッピって多分矢印しとくけど、あそこに見えてたら行きます。もう見えてなかったらすぐライドコールで呼んで次に行くっていうような感じですね。で、ここにも骨塚があります。骨集める人はここの骨塚も取って、で、これですね。はい、火山の順路もこんな感じです。じゃあ次は、氷山行こうかな。氷山で合ってるここ。まあ氷のエリア、氷雪エリア行きます。ここはね、まあ割とどこでもいいんですよ。この貫きスタミナ雷中、なんだこのちっちゃいの。光虫。うん。ここら辺はまあどこでもいいんだけど、まあ好きな、この3つのどれかに合わせてもらって、しばし待ちます。
で採掘中にラージャンとかああいうなんかめちゃくちゃ面倒なのが出た場合、あの怒り食らうイビル状とかが出て、もういきなり赤い点滅状態で追いかけられ始めたら、もう素直に退散玉を投げるか、退散玉を持ってきてない人はもう探索終了して帰った方がいいですね。でまず一つ目、ここ鉱脈、鉱脈ここにあります。で骨塚があるときなんだけど、骨塚あるときだいたいここら辺に骨塚落ちてます。はい。んで次骨塚先に案内しますね。あ、でこれ、育った鉱脈、びっくりした育った鉱脈ここにあります。でイベルカーナに関してはこっちがね何か仕掛けたりしてしない限りは攻撃してこないんですよ。なのでイベルカーナがいるときは絶対アサシの装備は着ないようにしてください。で骨塚ここにも骨塚あります。で、鉱脈だけど、ここ、二つ目ここにあります。今回ないけど、ここにありますね、いつも。で、三つ目も近くって、ここ、鉱脈ここにあります。今回ないね。で、次。四つ目が、ここだね。ここ掘ったら、もう次行きます。で、骨塚なんだけど、ちょっと歩いたらあるんですよ。ここ。ここ。うん。これ。なんだけど、まあ、この、なんだ、この距離分の時間も短縮したい方は、この骨塚に関しては拾わなくてもいいかな。はい。じゃあ次行きましょう。次最後かな？次、正気エリアかな？はい、次最後、正気エリアですね。正気エリアはね、ここの、これ、麻痺岳に合わせます。本当でも正気エリアって行かないんですよ。だから、正気エリアだけ、鉱脈系が少なくなりがちになりますね。あと、骨とかの素材も。で、そういうのを意識して集めようと思う方は、まあ、ガンガン正気エリアに寄ってもらえればなと思います。はい、麻痺岳のところに着きました。最初の鉱脈はここ、すぐ近くのここにありますね。で、これを取ります。で、二つ目なんだけど、ここ、もう見えてるね。ここにあります。で、三つ目なんだけど、三つ目に行く前に、骨塚大体ね、ここら辺にあります。あるときは。はい。で、登ります。で、ここにも骨塚があります。であと、鉱石なんだけど、で、ここ。ここに骨塚。ほんで、ここに鉱脈があります。はい、ここに大きい鉱脈が一つありますけど、普段はここの左ぐらいに普通の鉱脈がありますね。はい、ということで全地帯の巡回ルートについてはこれで以上になります。このルートがおそらく一番楽ですね。はい。なので皆さんも蒸気ポイントガンガン貯めて、錬金チケットガンガン回してみてください。ということで今回の動画は以上になります。お相手はゆうきでした。またねー。